ニコラ・プスさんはバロック時代のフランスの画家。プサン、プーサンとも表記する。17世紀のフランスを代表する画家であるが、画家としての生涯の大半をローマで過ごした。1594年、フランスのルマンディ地方のレイコールザンドリに近いビレという村で生まれた。父親は地方の小貴族だったが、プッサンが生まれたのは、父親がすでに60歳近くの時だったとされ。 恵まれた少年時代ではなかったようだ。プッサンの修行時代のことについては、資料が乏しく、当時の作品もほとんど残っていないが、十0代後半から二十代の大部分をルーアンとパリで過ごした。1624年29歳の時、プッサンはローマに出ている。このローマ行きには当時の巧妙な詩人、ジョバンニ・バッティスタ・マリーニの助力があった。また、ローマでは、 教皇ウルガヌス8世のおいにあたるフランチェスコ・バルベリーニ・スーキ教やその秘書で自由思想家であったカシアーノ・ダル・ポッツォーの地記を得た。特にポッツォーの思想はプッサンの政策に大きな影響を及ぼした。バルベリーニ・スーキ教を通じてフランスに送られた絵画を通じてプッサンの名声は母国にも広まった。当時のフランス国王ルイ13世はプッサンに新書を送り、 フランスへ呼び戻すが、プッサンは1640年から1642年にかけての2年足らずのパリ滞在の後、再びローマへ戻ってしまった。プッサンの活躍した17世紀はバロックの前世紀であるが、彼の作品においてはバロック的な激しい感情や劇的な名案の表現は抑制されており、代表作アルカディアの牧人たちに見られるような 古典主義的で深い思想的背景を持った歴史画や宗教画が多い。また、1648年頃からは英雄的風景、あるいは悲劇的風景と呼ばれる早調な風景画を、1650年代後半からは空意的な内容を持った神話的風景を描いている。プッサンにはパトロンらに当てた数多くの書簡が残っている。プッサンの電気的事実や絵画理論は、 ジョバンニ・ピエトロ・ベル・ローリの現代画家、彫刻家、建築家伝、アンドレ・フェリビアンデザボーの古今の最もひいでたる画家の生涯と作品についての考運は、により知ることができる。アルカディアの牧人たち1638から1640ごろ、ルーブル美術館、ルーブル美術館にあるアルカディアの牧人たちは、フランスへの一時帰国直前に描かれたもので、 フランス古典主義絵画を代表する作品とされる。ルイ十四世はこの絵を買って、自分が死ぬまで、身近に置いていた。楽園アルカディアで、墓石の周囲に佇む四人の人物を表している。墓石には、ラテン語で、エトイン、アルカディアエ語という名があり、画中の人物たちはこの名文の意味を知って、戸惑っているように見える。この言葉は、私もかつてアルカデアにいた、私は、 アルカディアにもいるの二つの意味に解釈可能だが、私を死の意味に介し、楽園アルカディアにも死は存在すると解釈するのが妥当とされている。いわば死を忘るべからず、死はどこにでも存在するという教訓を絵画化したものと言える。この絵は21世紀初頭に流行したミステリー、ダヴィンチコードのモチーフとなった、レンヌルシト島をめぐる謎にもアイテムの一つとして登場している。 サビニの女たちの略奪1633から1634ルーブル美術館。ありがとうございます。